しかも、ストレートファイターで、まあ、どうせ俺勝てへんって分かってたから、相手がその下月メアちゃんっていうその女性タレントの子だったんですけど、めちゃくちゃスタイルのいいね、子だったんですけど、なんか、まあ、ちょっとでもなんか結構経験者っぽかったから、もう絶対これ、いや、ちょっと勝てないかなと思って、ちょっとまあ、ネタに走ってしまったというか、で、それまでに、なんか、お相撲さんキャラおるやん。相撲のキャラおるやん、ストーファイの。なんていうかやつ、前田みたいな、本田か。エドモンド本田。これが今、本当に初心者の人は使うべきなんですよ、みたいな流れになってて。で、まるで不利かのように、どう考えてもその次、俺がエドモンド使う流れになってて。そこで、あえて、剣で行って、で、まあ、当然のように負けて、速攻で。いやー、しかも剣で行ったんですから、もう、誰にも受けなかった、それ。そのネタ。なあ、クソ滑ってんか、どうしてくれんの、お前ら。ねえ。一人も笑ってなかったぞ、お前。あれ。どうしてくれんの、お前。クソ恥かいたやんけ。エドモンド本田使う流れをぶった切っても剣使ってんぞ。コメントだけ無理やつ。ネットのリアルにもしたし。いや、まあなんかその、どうにかこう一矢報いたいっていう、その、俺の、な、その根性が伝わってくれればいいんだけどな。そのなんか知事、途中なんかびっくりしたのがさ、なんか、名古屋知事みたいな OL さん来てて、で、一瞬ステージ上に上がってきたんですよ。名古屋知事みたいな。なんか、なんか名古屋上げてこのイベントやってるんですみたいなお話されてて、え、もしかしてこれ税金使ってやってるみたいな。俺、名古屋市民の税金のギャラとしてもらってるのかみたいな風に一瞬思っちゃったんですけど、そういうわけじゃないよね。あんま知事とか絡んできたらなんかそういう政治的な何か匂いを感じちゃうよな。この間見た、あ、そうそう、この間見た入園者のコスプレしてた人。うーん。